タニア・カニョットは、イタリア・ボルツァーノ出身の飛込競技選手。世界水泳選手権で初めてメダルを獲得した、イタリア人女性飛込競技選手である。2016年のリオデジャネイロオリンピックでは、フランチェスカ・ダラッペと共に出場した3メートル、シンクロトビータ飛び板飛込で、銀メダルを獲得した、イタリア水泳連盟のメンバーである。GN フィアメジャイアル・バルツィアノニオットによってスポンサード。 されている。タニア・カニョットは1985年にトレンティーノ・アルト・アディジェシュ・ボルツァーノ自治権ボルツァーノに生まれた。父親は1970年代、1980年代にオリンピック引込み競技で4個のメダルを獲得したジョルジョ・カニョットであり、母親のカルメン・カステーネルもやはり飛べ込み競技選手である。 2000年にはオーストラリアで開催されたシドニーオリンピックに出場し3メートル板飛込みで18位となった。2004年にはアテネオリンピックに出場し3メートル板飛込みで8位と1 0ル高飛込みでも8位となった。アテネオリンピック後の2004年にスペインマドリードで開催されたヨーロッパ選手権では1 0ル高飛込みで金メダルを獲得し、 3メートル板引込みで銅メダルを獲得した。2005年にカナダモントリオールで開催された世界選手権では10メートル高飛込みで期待を裏切る成績だったが3メートル板引込みでは銅メダルを獲得した。2009年にイタリアローマで開催された世界選手権では3メートル板引込みで3大会連続の銅メダルを獲得した。 同大会の1メートル板引込みでは4位となっている。同大会ではフランチェスカ・ダラッペと共に3メートルシンクロ板引込みに出場して銀メダルを獲得した。2015年にロシアの火山で開催された2015年世界水泳選手権では1メートル板引込みで金メダルを獲得し、世界選手権引込み競技で金メダルを獲得した初のイタリア人女性引込み選手となった。 同大会では3メートル板引き込みでも銅メダルを獲得している。2016年にブラジルリオデジャネイロで開催されたリオデジャネイロオリンピックではダラッペと共に出場した3メートルシンクロ板引き込みで銀メダル3メートル板引き込みで銅メダルを獲得した。ありがとうございます。